メナヘム・ベギン。メナヘム・ベギン。マナヘム・ビギン。1913年8月16日から1992年3月9日は、イスラエルの政治家。1977年から1983年まで、イスラエルの首相を務めた。息子に科学省を務めたベニー・ベギンがいる。ベギンは、ロシア領、ゲンベラルーシ領、ブレスト・リトフスクに生まれた。 1919年から1939年にかけてブレスト・リトフスクはポーランド領であったが1939年ソビエト連邦によって占領された。そのため1940年から1941年にかけてソ連に収監されていた。1941年に解放されソ連領内に作られたポーランドのアンデルス軍団に参加。 家族はナチスに殺されている。1942年のソ連脱出後は、ユダヤ人の非公全武装組織イル軍に参加し1947年頃には、そのリーダーとなる。アイルランドの活動家、マイケル・コリンズを死といが、エルサレムのキング・デイビッド・ホテル爆破事件、当時パレスチナを統治していたイギリス軍の司令部が、所在を実行した。 イルグン・ツバイ・レウミとそのリーダーのベギンは1948年の第一次中東戦争においてデールやシー事件などパレスチナ人の虐殺を行ったという悪名でも知られている。また、パレスチナ人は日本足で歩く野獣であると公言していた。イスラエル独立後にリクードを設立した。1967年6月に無人所長として初めて入閣した。 1977年5月17日、イスラエル首相に就任し1983年まで務めた。北京はイスラエル国建国以来約30年目にして、初めての労働党以外の政党からの首相だった。首相在任中にエジプトとの関係正常化を発議し、エジプト大統領アン・ワルアイコール・サーダートをエルサレムに招待した。1978年に、 キャンプデイビッドにおいて、エジプトのサダと大統領との歴史的和平合意を行い、同年にノーベル平和賞を受けた。1980年5月から1981年7月まで国防省を兼任。6月30日ベギンの発議により、クネセとはエルサレムをイスラエルの永遠かつ不可分の首都と宣言する法律を採択する。 1981年7月イラクの原子炉攻撃を命令したイラク原子炉爆撃事件。1982年6月にはレバノン戦争として知られるガリラヤの平和作戦の開始を命令。レバノンでイスラエル軍が支援したカターイブ、レバノンのキリスト教系民兵によるサブラー、シャティーラ事件の問題が明らかになると次第に国際社会からの孤立が深まっていった。 レバノン戦争での大損害と妻の死を経て、次第にことから遠ざかり、1983年9月15日に大統領に辞表を提出した。政界引退後は、娘と自宅で暮らし、ごく親しい友人としか会わなかった。また、同戦争を指揮したアリエル・シャロン国防相、ご首相に対しては激しい憤りを抱いていたとされ、1992年にエルサレムで死去した。 メナヘム・ベギンは、ゼーフドフと、ハシアベ軍の両親の元三兄弟の罰子として、ロシア帝国領、ブレスト・リトフスクに生まれた。木材の貿易商を営む父親は、テオドール・ヘルツルから賞賛されるほど熱心な、シオニストであった。また、ベギンが生まれた時に立ち会った、助産フは、アリエル・シャロンの祖母であったという。ベギンは、幼少時代へ、デル。 ユダヤ教徒の初等教育施設で教育を受けた。シオニスト運動に参加するためタハケモニでユダヤ教について学び、12歳でハショメル青年部に所属する。14歳になると、ポーランドの学校で西意用古典文学を学ぶようになり、ベギンはラテン語を読めるようになったという。その後、ベギンは法律学を学ぶためワルシャワ大学に入学する。 在学中に鍛えた弁舌とレトリックの応用が後に、彼の政治家としてのトレードマークとみなされるようになる。1935年には大学を卒業、同年に、青年運動組織ベタル、そしてイル軍ン、ハガナーから分離した、地下武装組織の創始者であるゼーブ・ジャボチンスキーと、重要な出会いを果たす。ベキンは、ベタルに参加するとすぐにその頭角をあらわにし、22歳に、して、 クラックフで行われたベタル世界会議では壇上に立って熱弁を振るい、ベギンはポーランドのベタルで有力な指導者とみなされるようになっていった。1939年の9月、ナチスドイツによるポーランド侵攻を受けてベギンは人口の40%をユダヤ人が占め、ユー母が置かれているリトアニア共和国のビリニュスに亡命する。しかし1940年6月、リトアニアはすぐに ソ連軍に侵攻され、多くのユダヤ人とポーランド人、当時のビリニュースの人口はほとんどが、ポーランド人で占められていたが連行された。1940年9月20日、ベギンは、イギリス帝国主義の先導を理由に8年の、禁庫刑を言い渡され、強制収容所に送られた。1941年の6月には、ロシア北部のペチョラの強制労働収容所へ移り、 1942年の5月まで過ごした、ベギンの手記、ホワイトナイツにはこのペチョラでの尋問や生活の体験が描かれている。1941年の7月、ドイツ軍によるソ連軍攻撃、バルバロッサ作戦の後にポーランドとソ連の間で交わされた、シコルスキーコールマイスキー協定がロンドンで採択されると強制収容されていた。 ポーランド人やユダヤ人が解放され、その中にはベギンも含まれていた。シコルスキーコールマイスキー協定によって、ソ連領内に作られたのブワディスワフ・アンデルスの部隊への入り軍を経て、1942年の8月にソ連から離れ、ペルシア回廊を経由して、パレスチナに到着したベギンは、そこで再びバタルの委員メンバーになることと、イル軍に入隊することを要望された。 だが、ブワディスワフ・アンデルスに軍人としての先生を誓い、通訳の仕事も務めていた。彼は最初この申し出を断った。しかし、ベギンの対談が認められたためベギンはイル軍に入隊することになる。これには、イル軍側のポーランドに対する何らかの干渉があったとする説もある。ベギンの家族は1941年6月、他のブレスト・リトフスクにいた約5000人のユダヤ人。 同様な地図により捕らえられ、父親は収容所に送られることもなく、射殺、もしくは川に沈められた。また母親と兄のヘルツルもホロコーストにより、殺害されたという。ベキンは、イギリスの植民地主義に迎合しようとするダビド・ベン、イコールグリオンラーの姿勢に対し激しく批判的な人物として、また独立の手段として、イギリスに対するゲリラ行為を主張する人物として、 早くから名を挙げていた。イル軍に参加したベギンは、ユダヤ人国家の建設を認めた、バルフォア宣言とそれと矛盾する、マクドナルド白書の例を引き合いに出し、パレスチナからイギリスの軍隊を追い出し、影響力をなくすことを決意する。そして、ベギンは、公式な発表として、反乱を宣言し、イギリスに対するテロ活動が始まった。 1945年から46年の数ヶ月の間、イル軍の行動は、ハガナーの管理下に置かれる枠組みで合意がなされた。しかしこの体制はウェギン率いるイル軍によるエルサレムのキングラビデホテル爆破事件で軽外化してしまう。ホテルには、イギリスの軍司令部を、はじめ多くの情報機関が入っていた。この爆破が行われる少し前、イル軍はホテルに対し、 中にいる全員をすぐに避難させるよう声明を出していた。しかしこの声明を受けたイギリス人はこれを無視した上、従業員に対して外に出ることを禁止したという。この爆発ではイギリス軍人や役人だけでなく、アラブ人やユダヤ人の民間人も含め合計91人の死者が出た。イル軍はさらに悪コの受刑者の脱走を助けた。 のみならず、イギリスがユダヤ人受刑者を処刑したことに対する報復として二人のイギリス人軍曹を誘拐し、ネタニアの近くに吊るすという行為を行う。これによりユダヤ人の処刑は中止されたものの、イル軍のテロを鎮圧するためにさらに多くの軍人が動員されることとなった。ベギンはラビに変装するなどして、当局の目から逃れ続けた。MI5 は、 パレスチナ当局の長官の殺害を予告したベギンに、大使いに、このものを捕らえた者に1万ポンドの賞金を与える。ただし、生死は問わず、という賞金首をかけた。パレスチナにおける、イ異臭ブ、ユダヤ共同体である、ユダヤ暫定政府を率いるベイ,イコールグリオンは、イルグの行為と、その独立計画を批判し、ユダヤ人民の敵とまで評した。 1944年と1947年に、ハガナーは、イル軍のメンバーを捕らえ、イギリス当局に引き渡した。この件でベギンは、ユダヤ人同士の衝突を避けるため暴力的な行為は、抑えるよう部下に促した。1947年11月、国際連合は、パレスチナの分割統治案である、国連決議181号を採択し、 これにより1948年5月にイギリスはパレスチナからの完全撤退を決めた。後の第一次中東戦争であるイスラエル独立戦争の機運が高まるとともに、イル軍はアラブという共通の敵に対抗するためハガナー、レヒなどと共闘することになる。彼らの主な戦場はヤフホでの戦いやヨルダン軍によるエルサレムユダヤ人居住区包囲などであった。 1948年4月の9日、イル軍、レヒは、パレスチナ人の住むデールやシームらを敵の軍事拠点があるという理由で襲撃し、多数のパレスチナ人死者を出したデールやシーム事件。そして同年5月14日、イスラエル独立宣言の後6月1日、北京は、ベンイコールフリオン率いる暫定政府に対して、イル軍を解散し、 5月28日の政令4号によって、正式に新しく創設されたイスラエル国防軍、IDF に統合する協定に一度はサインをした。しかし、新しくできた IDF に対して反発するメンバーは、自分たちのチャーターした輸送船、アルタレナ号を使って政府に秘密で武器の輸送を行っていた。協定に従えば、すべての武器は IDF が管轄しなければならないため、 政府は彼らに対して武器の引き渡しを要求した。北京はこれに反発したが、ベンイコールグリオンは国家としての威信を果たすため軍に船を攻撃するよう指示し、テルアビブの湾岸でイル軍メンバーと IDF が衝突することになる。結局アルタレナ号は IDF の砲撃を受け撃沈し、以降イル軍は政府の指揮下に置かれることとなった。この時のイル軍の行動について、 後にベギンは衝突が内戦化するのを避けるため自分がメンバーに反撃しないよう命令したと語っている。また政府のアルタレナ号への攻撃については正義に反する行為だったとも評している。しかし、シュチェチン生まれでイギリスに難民として渡り、アルタレナにベギンと共に乗船していたジョン・アルトマンの回想によれば、ベギンは興奮した様子で、 この船と一緒に沈みたいと口走っていたが、船長はこの船はあくまで浮かべておくのだとベギンを説得し、船長はベギンを文字通り海中に投げ込んだという。その後も、船内で爆発が続き、煙が立ち込め、金属の甲板が熱くなり、足を火けしそうになったため全員が海中に飛び込み、騎士に向かって泳いだと語っている。1948年8月、 ベギンと元イル軍曹司令部のメンバーは右翼政党のヘルート、自由を立ち上げる。ヘルートは現在のリクードの根幹となる政党で、ベギンの理解者であったジャボチンスキーの中世主義シオニズムを論理的基盤としていた。1948年11月、ベギンは政党のアピールのため訪米した。この訪問中にアルベルト・アインシュタインをはじめ、 ユダヤ人思想家、ハンナー・アーレントや、シドニー・フク、その他に数人のラビなど、アメリカに住むユダヤ系の著名人らは、ヘルートの政治姿勢や行いはナチスに近く、ファシズム政党であると批判する連盟の書簡を、ニューヨーク・タイムズに送り、掲載された。1949年のイスラエル建国後発の選挙、第一区ネセトデールートは11.5%の投票率。 そして十四の議席を得る。与党、マパイに対抗するため1965年には自由党などと連合したガハルを結成。BR1973 年、ガハルは現在の右派政党リクードとなったアルタレナ号事件以来、犬縁の中となっていたベギンとベイ,イコールグリオンは対立する政党を通じてお互いを批判し合った。ベギンは マパイをボルシェビキを国民に強制しているとし、ベンイコールグリオンは、ヘルートとイスラエル共産党は、不必要と漏らしていたという。中でも二人の対立が際立ったのが1952年の西ドイツに対するホロコーストの賠償請求を、ベンイコールグリオンが推進したことだった。ベキンは、ナチスの人道的犯罪は賠償金によって、解決されるべきではないと考えていた。 彼はエルサレムで政権打倒を掲げたデモ行進を先導し民衆が石を投げるなどして警察官や議員が負傷する事態となった。この騒動でベギンは数ヶ月間議会への出入り禁止の処分を受けることになる。ヘルートは一部の右翼思想家に支持されたものの1961年時点の議席数は17議席で与党に遠く及ばなかった。 そこで1965年イスラエル自由党を取り込んだ新たな政党、ガハルとしてベギンは遠首の座につく。しかし、やはり与党に勝利することはできず、1966年に当時21歳のエフード・オルメルトをはじめとする元いる軍支持者に辞職するよう求められた。そのため一度は辞任を申し出るが、 ベギンを支持する人々は彼に泊まってほしいと懇願したためすぐに辞任を取り下げる。そして1967年第3次中東、戦争の勃発により巨国一致の機運が高まり、ついにベギンはガハルを率いて、無人諸大臣として政権入りを果たした。この時の首相はレビエシコルで、その後エジプトとの消耗戦争が続いたためゴルダメア。 内閣の1970年までギンは大臣を引き継いだ。1973年、ギンは政権獲得のため、小規模政党を次々併合し、合同を意味する新党陸運動を立ち上げる。第三次中東戦争の英雄であり、合同の発案者でもあったアリエル・シャロンを候補とし、第四次中東戦争改戦の失策による与党への不信感から、 獲得議席は十九と、これまでから大きく伸ばした。しかし、過半数には及ばず、未だ野党のままであった。ところが、その後、第四次中東戦争の戦況がかんばしくない、様相を提すにつれて、政府への批判は日に日に高まっていった。また、かねてから、イスラエル政府にセカンドクラスの国民として、扱われていると感じていたミズラヒム。 中東からのユダヤ系移民が、北京の主張する世俗ではないユダヤ主義的思想に共感し、彼らがリクードの支持基盤となっていった。さらに、与党内部での右派宗教勢力の分裂騒動や、逸白、ラビン内閣で汚職問題が発覚したこともあり、ついにリクードは、イスラエル建国以来約30年目にして、初めて労働党を与党の座から退かせることに成功する。 1977年5月のクネセト選挙では、与党の汚職の影響をもあり一部支持者は、イガエルヤリン、ヒキーる、中道政党ダッシュ、に移り120議席中15議席を獲得した。一方、労働党連立与党は51議席をさらに32議席に減らし、ベギン引き入るウハリクードは43議席を獲得し、最大与党となった。これは、それまで労働党の支持層だった。 マルクス主義的社会主義思想を持ったアシケナジムにとって、代わり、リクードを勝利に導いたミズラヒト保守的な宗教勢力の躍進、自由経済主義への転換というイスラエルの構造改革をも意味していた。リクードの政治的躍進は、ベギンの人柄も大きく影響していた。対立政党からは、全体主義や独裁と批判されながらも、彼の質素で経験な部分はそれまでの与党に、 苗がしにされてきたと感じる人々にとっては心を打つものだった。リクードの圧倒的な勝利であったが、それでも議席を獲得して政治を掌握したいと考えていたベギンはさらに他の右派政党や朝鮮党派の政党、小規模中道派政党などに連立を呼びかけ続けた。オファーは労働党時代の国防大臣で、読むキプールでの失策を責められていたモセダヤンにも及んだ。 6月20日の政権樹立後、ダッシュも連立政権に取り込み、最終的に与党は、クネセトの3分の2を占める議席まで拡大した。1978年もシェダヤンを外務大臣、エゼル・バイスマンを国防大臣に迎え、キャンプ・デイビット合意に臨んだ。1979年、アメリカ大統領、ジミー・カーターの仲介の下、エジプト大統領サダトと、 エジプトイスラエル平和条約を取り決め、市内半島をエジプトに返還することで同意する。これにより、今までの無責任なナショナリストというベギンの国際的イメージは変化し、1978年には、彼はサダトと共にノーベル平和賞を受賞した。これに対し市内の地を手放すことに大イスラエル主義、約束の地の範囲をもともとイスラエルのものと捉える。 思想を標榜するリクード内右派は激しく反発。中でもイツハクシャミルは協定が批准されれば辞職すると主張した。クネセト内でも小規模政党を除いて協定の批准に反対する意見が多数を占めた。キャンプデービットでの合意内容の実行を固く決めたベギンは当時農水省のアリエルシャロンにイスラエル領内のパレスチナ人の居住区を市内半島からの帰還者の入植地と するためヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ自治区を定めさせた。北京は聖書に基づく入植地としてナーブルス周辺に帰還ユダヤ人を定住させた。北京はイラクのサダムフセインが反シオニストであると考えており、おしらくもしくはタムーズイチと呼ばれるイラクの核施設に技術を提供しているフランスに核の供給をストップするよう申し入れていた。 1981年6月7日、要求が受け入れられないと見るとベギンは、イスラエル空軍に、核施設の爆撃を命令。この作戦は、オペラ作戦と呼ばれる。その後すぐ、ベギンは、どんな理由があっても、イスラエルの脅威となる大量破壊兵器を開発する、ことは許されないという声明を発表し、爆撃を認めた。これに対し、 フランスやアメリカをはじめ多くの国ではイスラエルに対する非難の声が上がった。国際連合安全保障理事会でも決議487が満場一致で採択され、イスラエル国内ではサハによる作戦の批判がなされた。しかし国民はベギンを支持し、わずか3週間後の選挙でリクードは再び圧勝した。1982年6月6日。 イスラエル国防軍は PLO にイスラエル中英大使シュロモアルゴブが襲撃された報復としてガリラヤの平和作戦と題した攻撃を南部レバノンの拠点に対し行った。ベギンには PLO の政治、軍事の拠点を破壊することでイスラエルに好意的なレバノンのキリスト教マロン派勢力を味方につけようという狙いもあったがこの戦いはすぐに レバノン軍やシリアを巻き込んだ戦争へと激化した。IDF は、レバノン中部のベイルートまで軍を進め、PLO 指導者の痩せるアラファトをレバノンから追い出し、チュニジアに逃亡させることに成功した。しかし、この戦いによりイスラエルは、レバノンの平定どころか、イスラエル北部の安全保障問題に影を落とすこととなった。北京は、アラファトのことをヒトラーに例え、 レバノンに対する攻撃の正当性と必要を訴えた。しかし戦争が長引くにつれ、最初は即刻の勝利を確信していたイスラエル民衆も次第に政府に不信感を抱き始める。1982年7月のサブラ・シャッテイラ事件により国民の不快感はピークに達し、テルアビブには数万人の民衆が詰めかけ、 イスラエル史上最大規模となるデモ行進が行われた。このため政府はイスラエル最高裁判長、イツハク・カハンを議長とする調査委員会を開き、当時国防省だったアリエル・シャロンにサブラ・シャキーラ事件に対する間接的な責任があるとし、辞任させた。しかし国民は内閣の総辞職を求めていた。北京は当初アリエル・シャロン式の国防軍の前線から、 誤った情報を伝えられていたとされ、また、PLO の武装設備や自軍の能力についても完全に把握していなかった。レバノン内戦から約10年後、ハーレツガミはシャロンがベギンに意図的に戦況有利という誤った情報を伝えていたとする報道を行った。これに対しシャロンは同志を名誉毀損で訴えたが11年、続いた後半の後、ベギンの息子であるベニーベギンが 被告側についたこともあり、シャロンは敗訴を認めた。1983年、ベギンはリクードの総裁を尻き後継に、イツハク・シャミルを指名した。シャミルは、レヒの元指導者で、ベギンとは、窮地の中だった。ベギンの失望感は、平和を約束した、レバノンの政治家、バシール・ジェマイエルが暗殺されたことに加え、妻のアリザが、 北京のワシントン公式訪問中に亡くなったことで一層、激しくなり、うつ病を病むようになった。北京はそれ以来自分の家から離れることは少なくなり、妻の墓の前で、カッティーュ、死者のための礼拝を捧げることが日課となった。1992年、北京はテルアビブで死去した。葬儀は簡素に行われ、北京の遺言により多くの建国に関わった。 イスラエル人が埋葬されているヘルツルの丘ではなく、オリーブ、山西側の墓地に埋葬された。イギリスの統治時代に捕まり、処刑を待っている間に自殺したモトイル軍のマヤ、ファインシュタインと、モトレヒのモシェバラザニの眠る場所の近くを望んだためだという。エルサレムには、メナヘムベギン記念館があり、またベギン通りが、エルサレムの主要な交通路に名付けられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。